配信2回目です。お家に帰ってきた。お家にね、帰ってきたんですけど、今日もお仕事が終わったので、朝起きれなかった。おはよう。今日はもう着替えた着替えちゃった。ちょっとどうしてもちょっとカレーナンを食べたくてパンを買ってきた。食べます。みんなはお昼食べました？お休みなの？じゃあちょっと持ってきます、カレーをね。カレーです。はあ、いい匂いがする。で、クロワッサンです。ジャキーン。わあ、ありがとう。待ってるね、オンラインお話し会。クロワッサン。わ、カレーうどん。いいね、カレー。いただきます。今日美女の一位、ありがとうございます。嬉しいです。いただきます。うん、うまっ。待って、クロワッサンチンしようかな。うまい。うまっ。カシカシ。めっちゃクロワッサンポロポロ落ちてくるねえ、パリパリになりそうだよね。ちょっとだるいな。いや、やるか。うん、甘口です。うまっ。ほんと前髪切る。そうな、売ってなかったんですよね。マジでお金をね、節約しようと思います。だから買ってきた。えらい。なんでだろう。かやん、大好きたわ、ありがとう。大好き。
大好き。大好きタワー。うまっ。1個食べちゃった。カレー作れるよ。カレーはめっちゃ簡単です。切って煮て、ルー入れて、水入れて煮込む。ん？水入れて煮込んで、ルー入れて牛乳でできます。早くご飯炊き上がらないかな。でもね、甘口だけ。元気そうでよかった、ありがとう。元気だよ、元気だ、元気。でもうちはね、自炊じゃなくても今はね、この世の中ご飯は食べれるから。全然自炊じゃなくてもうちはいいと思う。全然料理はねできるんですけど、めんどくさがっちゃうんだよね。だから玉ねぎがまだだった。なんか味染みてないもんなんか玉ねぎが来てくれてありがとう。イエイ。おじいしか勝たん、懐かしい。毎年見る気がする。おじいしか勝たん、うますぎ。めんどくさいをなくすの。なくしたいな。うん、分かったよ。レンジで、レンジじゃない、トースターでチンしてくれよ。ほんとなんか精神年齢低いな。そう、一応ね全部あるんですよ、トースターもレンジも。だからだから眠くなってきた。ご飯食べると眠くなっちゃうよね。わかるわかる。
そう、炊飯器ね、この間から出しました。もういいや。いただきます。うん、うまっ。うん、うますぎです。ちょっとあったかいくらいが好き、うち。なんかキッザニア行った時パン工場とかあった気がする。ほんと美味しい。うち一番好きなのなんだろうな。うん、覚えてた。バイト、かゆい鼻。キッザニア一回しか行ったことないな。もう入れないよね、うち。え、配給作り楽しそう。入れるかな。ちょっと年齢下げるか。6歳です。6歳です。何かもらえる体験がいいな。自分動画なんでいけます。いけないな。やばい、玉ねぎがたくさんいる。玉ねぎです。うまっ。
もうちょっとでご飯できるんじゃない？うまっ、うまです。ご飯が炊けました。取ってきます。雑になっちゃったので見せれないんですけど、わーい、めっちゃ食べるね、うち。やばい、眠気が来たよ、眠気が来てるよ。ご飯食べると眠くなっちゃう。なんか LINE のストーリーにね、カレー作ってるみたいに載せたの。そしたらひーちゃんが強ってきた。だって食べたくなっちゃった。いただきます。うん、やば、ご飯うまっ。やっぱご飯ってうまいんだな。そっか、ご飯白いからゼロか。うん、熱い、うまです。めっちゃうますぎ。そして玉ねぎ多すぎ。玉ねぎってさ、一個売り売ってるとこと売ってないとこあるじゃないですか。なくて、二つのしかなくて、玉ねぎ多めに入れたらめっちゃ玉ねぎ。
めっちゃ玉ねぎの味。あれもっとさ炒めるべきだったのかな。うん、炒めた。炒めすぎ？そんなことないか。玉ねぎ苦手だから玉ねぎの味がね残ってるの嫌なんですよね。眠くなってきた。やばい、マジで一回休憩。そう、味しみた玉ねぎうちも食べれるんだけど、味がね染みてないと。ネギの部分が強くて。いい睡眠が取れそうです。長ネギも苦手。もうね、長ネギがいつもうどうしたらいいのってくらい苦手で。でもね書いてあったの、玉ねぎと鶏肉って。でその2つしかないじゃん具材が。で玉ねぎを入れないにしたら鶏肉1個だけになっちゃうのね具材が。だから玉ねぎ入れました。牛丼の玉ねぎも味が染めてるんだって。染みてるので。でもチキンカレーです。でもうちチャーハンは本当に味付け下手なんですよね。もうチャーハン本当に下手。もう薄いの味が困っちゃう。で醤油入れるじゃん、そしたらなんか変な味になって、で色もどん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 変な風になってって。チャーハンって難しい。だから TikTok とかめっちゃね料理のね一個いいね押すと関連でめっちゃ流れてくる。なんか豆腐使ったやつとかお餅使ったやつとか、えすごいこれだったらできそうって思っていいねするじゃん。もうそれしか出てこない。うんと卵を入れるじゃん、なんかねなんか違うんですよね。そうしかもさ胡椒だけのって売ってなくないですか。塩胡椒塩コショウだけ、なんていうの2つ一緒になってるやつ。だからコショウがなくてうちは困ってる。カレー食べてます。クワガタノコギリヘラクレスやばい、ちょっと頭おかしくなってる。お、ギャグ待ってるよ。一つ言っていいですか。ちょっと待って
絶対さ、例えてくれたミヤマクワガタってこと。なんかレモン合わない。あ、待って、レモン、待って、そういう意味じゃないよ。ココナッツミルクとほうれん草くらい。そうなんだ、ココナッツミルク。待って、ダメ、カレーにホットレモンは間違えた。待って、迷います。待ってます。ホットレモンダメかも。え、牛乳、でも、もうちょっとやばい。なんかさ、全部手の届く範囲にな、全部欲しい。牛乳だ、やっぱり牛乳を持ってこい。危ない危ない危ない。牛乳ですね、選ばれたのは。選ばれたのは牛乳でした。やばい、うち昨日とか一昨日とかこの時間に起きてたもん。そりゃ寝れないか。今桃鉄100年を目指してて、でもまだ20何年目とかで、ワールドの方がまだまだで、好きな芸人さん、昔は、今ね、今の芸人さんがあんまり分からなくて、昔はノンスタイルさんとかめっちゃ好きです。好きでしたか、昔はって言ってるか。そう、桃鉄、バラマキボンビ、あれやばいよね。ピョン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 で、しかも他の社長さん、社長さんが、あの、取りに行けるのもやばい。絶対にえ、でもうちのオスタさんが好きってずっと言ってて、いつからなの、桃鉄グランプリに出場させていただいたことがあるんですけど、実はめっちゃ前にデビューらへんに出演させていただいて、そこでノンスタイルの井上さんと、そう、そこで一緒になって、その時にも伝えさせていただきました、確か。多分知らない人の方が8割とかな気がする。じゃあ白で待ってるね、白で来てね。そう、もう桃鉄本当に100年目指したら、100年目指したら、100年やったらマップが、そう、出てくる、出てくる、新しいマップでできるから、だから頑張るんだ、100年。
好きな髪型ツインテールです。女の子だったらツイン。相手はあの佐久間とエンマです。スイッチ何持ってるかな。ちょっとじゃあ読み上げます。持ってくるね。さあ何があるかな。まず桃太郎電鉄ワールド、あと昭和平成令和定番 YouTube フォールガイズププイスポーツモンスハンライズスイカゲームマリカデラックスブリリアントダイヤモンド集まれ動物の森フォートナイトバイオレット、あと遊びなんとかポケモンシールドスプラトゥーンスーパーマリオエーペックス、あとなんだっけあのあとねー、ないわ。まあそんなもんですかね。プロフィール。あーでも。今ワールドは30時間以上プレイしてるらしいです。でも前回の桃鉄140時間だからまだまだですね。まだまだです。痛い。あと30時間くらいやったらあれなのかな、100年いくかな。熱いの？うん、オンラインのお話だけ紹介。それではサブリなんとか切ろ。もったいない。眠気が来てる。眠気が。
今 LINE が来た。もうお家です。私お家にいる。よいしょ。閉まりたい。あら、片耳ずつ聞いてるの？桃鉄は今回は日本を飛び出して世界になったんですね。ワールドということで。で、桃鉄はまず、まあ、やってるうちに世界の国名を知れたり、あと誰が総資産が一番多いのかっていうのをバトルしていくんですよ。で、その総資産とかをめぐって、まあ、サイコロ、まあ、スゴロクなんですね。スゴロク、桃鉄って。で、なんか世界がマスになってて、なんかそのカードマスプラス益、お金がもらえるマス、お金が減ってしまうマス、あと物件、その物件が買えるマスだったり、あとまあいろんなイベントのマスがあって、なんか面白いですやばい、説明がちょっとあれになっちゃった、適当になっちゃった。もうまあ競うんです、みんなと競いながら。で、ボンビーっていうのがいるんですけど、ボンビーは1回目の駅にゴールするとボンビーがついてきて、最下位の人に最初つくんですけど、なんかボンビーってお金をね奪っちゃったり、ボンビーにお金奪われたり、カードをなんか割られたりとか、なんか進化してなんか強すぎってなったりとか、まあ、とりあえず悪者なんですよボンビーって。そのボンビーにね、なんかボンビーをつかないようにいかに逃げるかとか、うちも大体のカードはね、内容も言えるかも。で、今回結構新しいカードがね登場してて、面白いですね。ごちそうさま。食べた。そろそろ終了します。
使ってしまった。あれ、まだ、お、今日の晩ご飯はみんなカレーですね。よいしょ。面接頑張ってね。かやありがとう。お、お掃除偉い。なんて書こうかな。あ、お腹鳴っちゃった。消化音が。じゃあ。これカレーだよ。あ、カレーに見えない。かけました。キウイミに出てくるには生写真を枕元に置きましょう。枕の下に挟んだらね、ぐしゃぐしゃになっちゃうので、ね、じゃん。かやたくさんカレーを食べた日、カレーはカレー、カレーです。カレーって辛いよな。うちは甘口しか食べへんけど。カレーなるカレーありがとうね、かやラブだよ。わかる、バターチキンカレーです。まさに今食べてたの。うち、スリー、ツー、ワン、チッ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 。わあ、国家試験頑張って、ファイトだよ。チーズでしょう、ナン食べたくてね、もうナンなくてナンナンって感じだったんですけど、ナンをね今度は食べたいと思います。よし、もうねカレー食べ終わったので、ほうき前髪します。ほうき前髪、目が たくさん食べた。いい睡眠が取れそうです。顔を洗って、メイクを落として顔を洗って、夢の世界へ。ドゥドゥドゥチュン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 、会いたいよ、かわいいかわいいかわいい好きだよ、かわいいかわいい
まっちゃいまララ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 ラもっともっと。幸せになろうね。ダダ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 ダ。弱いのトゥルトゥトゥ。まだまだなんとか。ほうき前髪。ほら、ほうきっぽくない？ほうき前髪、みんなも真似してみて。ほうき前髪、ほら シュールでしょ。あ、ウルトラマン、ウルトラマン、これがこれがウルトラマンです。シュワッチちょっと待って待って、自分で自分で面白くなっちゃった。待って、あのさ、おじゃる丸にさ出てくるよね、こういう人え、出てくるこういう人さ、おじゃる丸に、みんな出てくるよこういう人、おじゃる丸おじゃる丸に出てくるよ、おじゃる丸、あ、おじゃる丸だよね、そう、三人家族のこういうやつ。みんなおじゃる丸見てないんだ。はあ、みんな見てないんでしょそう、家族、あの、こ、ちょっと困り眉の、え、もう今出てきてないの、登場人物として。いや、男の人、ほら、こういうさ、え、ちょっと待ってみー、ちょっと待ってみ、みんな知らんのけ、嘘、知らないの、ちょっと待って待って、宇宙人で出てくるから、宇宙人家族、ほらやばい、うちこう、こんな、なんかあ、そう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 、この子たちよ、あ、困り眉なのか、困り眉なのか、そう、なんかこういう、こまりまゆのおじゃる丸にいた、いました、やっぱりっ子供泣く、こういう、あの、宇宙人のね、前髪の毛だと分かんないでしょ、あ、こあ、ちょっと待って、こういうね、いたでしょ、そう、M よ、こういうの、こういうね、
あのおじゃる丸に出てくるんですよ。おじゃる丸。はい、おしまいです。はい、すぐ戻った。いたでしょ、でしょ。嬉しい。分かってくれる。じゃあそろそろランキングを読んで終了したいと思います。それではランキングを読んでいきます。何分くらいショールームした？30分くらいしてる？もっとしてる？何分したんだろう。このお昼目覚めてきたもん。50分か。そう、てかうちこの間編み込みのね練習をちょっとしたの。こうしてこうしてなんかこうこう持ってくるじゃん。で、あにゃーちょっと待って、ちょ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 で、こうだっけな。で真ん中持ってきて、そしたらこの毛を、なんだっけ、真ん中に持ってきたら、ここの毛を真ん中に持ってきて、で、次、ここの毛を、真ん中持ってきて、で、次、この毛を真ん中に持ってきてみて、ほら見て、編み込み、編み込みに。でもここからできなくて、ここまでです。練習したのここからができなくて、またね練習します。ちょっとだけ練習しました。それではランキング読んでいきます。